皆さん、こんにちは。本日は2016センター数 1A の第2問の3の問題やっていきたいと思います、はい。今回はヒストグラムと箱ひげ図。これが与えられた問題です。はい、最初に、えー、年明いた箱ひげ図の組み合わせとして正しいものということですが、はい、こちら、まあ、基本的にもう最小値比べてあげるといいでしょう。え B に当たるのか、このマイナス10。これが入ってないとおかしいですので、えー、B に当たるのが NC。 でえー、あとは、それぞれ C と A ですけど、えーまあ、こちら、はい、0度のところにある東京、はい、これが C ですよね。で残った MC が A というふうに言うことができますので、はい、条件を満たすのこの5番というふうに言うことができます。はい、次に2番ですね。2番の問題は、はい、こんな感じで散布図が与えられている、えー。この散布図から読み取れることということですが、まあ、それぞれ見ていただくと、えー、まず東京と NC、ねえー、これに関しては、こういうふうに正、ね、の相関があって、 東京と M 市には負の相関。東京と大市も正の相関がある。というふうに考えるといい。で、えっ、ー、と、市の方が N 市よりも、えー、こういうふうに直線に近くなっているので、こっちの方が相関が強いぞ。ということを考えていただくと、はい、条件を満たすのは、この1番。えー、まあこれですね。1番の条件と、あとはこの3番の条件ですね。はい、この1と3が答えということがわかります。 はい。次に、3番の問題いきたいと思います。結構これは変形で少し難しい問題になっておりますが、まあ頑張っていきましょう。はい。まあこんな感じ、いろいろ条件書いてあります。ということで、はい。3番、これ見ていただくと、はい。 NC の摂氏、ねえー、で摂氏の平均こんな感じで置いてあげます。そしたら、はい、歌詞はまあこんな感じ、平均もこんな感じで置くことできますので、はい、まず NC の摂氏。えー、まあ今回は、まずはこの分散、それぞれの分散を求めていかないといけないので、分散を求めるためには、えー、これ、それぞれの偏差が必要になります。なので、偏差っていうのは、まあ、そのそれぞれのデータから平均を引き算する。 歌詞に関しても同じように、はい、それぞれのデータってこう表して、そこから平均を引き算する。そしたら、こういうふうに5分の9だけ出てくる感じになります。で、えっ、ー、と、分散っていうのは結局これをね、事乗したものっていうのを、最終的に数で割り算してあげるっていうことなので、まあ、今回数は n で同じなのでこんな感じ。で、いろいろ2っていうふうに書いていくと、まあ結局 x の場合はこれの2乗っていうのがどんどんついていく。 えー、こっちの場合は、はい、5分の9、ホニャララの2乗。これが続いていくっていうことなので、はい、結局、ホニャララの事情同士は全部消すことができます。なので、この y の5分の9の事情っていうものだけが残るので、はい、それぞれ計算してあげて、25分の81。こんな感じで計算することができます。図の部分です。はい、で、次、はい、z 分の y。はい、これに関してですが、はい、これですね。共、えー、分散を z で、えー、ね、 東京って N 市の影響分散、はい、歌詞、これを W としたときということですが、はい、東京の摂氏を YK ね、平均を y バーというふうに置いたときに、はい、東京の接氏の偏差って yk-y バーというふうに表すことができます。で、共分散どう表すことができるかっていうと、はい、この東京の偏差とあと x の偏差、まあそれぞれなので、こういう掛け算で表すことができて、最終的に n 分の1をする。で、上に関しても同様なんですけど、こっちの w に関しては東京の接種と、はい、あとは n 氏の、えー、これですね、下詞を求めるってことなので、5分の9で掛け算っていう感じになります。なのでまた同じように、結局この部分って消えますよね。 なので残ったのはこの5分の9だけです。はい。なので、z 分の w っていうのは5分の9って答えることができます。で最後に、はい、東京と n 市、はい、これの相関係数、東京と n 市の、えー、下市の相関係数 v としたときにどうなるかといいますと、はい、結局、まあ分散 w って感じですると、n 市の下市の分散っていうのは、結局これ5分の9の事乗分だけ余計になりますので、これの w の k っていうふうに表すことができます。 東京の接氏の分散を、はい、wy というふうに置くことによって、まあ、それぞれこれ計算すると、結局、まあ、v ÷る u っていうふうにすることができますので、はい、v っていうのは、まあ、それぞれ相関係数、はい、w 分の、まあ、それぞれの標準偏差、標準偏差分散をルートにするだけですね。こんな感じで表すことができて、割る、はい、これも同じように表すことができます。そうすると、はい、w 分の えっと、z 分の w、ここでは残って、はい、あと、ここは何が残るかっていうと、はい、えー、5分の9の事乗をルートにしているので、5分の9分の1って感じになります。で、w、えっ、ー、と、z 分の w っていうのは、結局5分の9っていう風に言ってますので、まあ、これ計算してあげて、ピッピッって消して、答えは1という風に答えることができます。 ちょっと式変形とか割とね、ややこしい問題だったかもしれませんが、意外とこういった問題って、まあ、ちょくちょく出てきたりはするので、まあこの変形の仕方ですね、えー、まあ、どういう関係性があるかっていうのは押さえておいてそうはないのかなというふうに思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。